広瀬川、宮城県。広瀬川は、宮城県仙台市を流れる名取川、水系名取川支流の一級河川である。仙台市のシンボルとして親しまれている川であり、ヒット曲となった、青葉城恋歌、歌、佐藤宗行にも歌われた。中流域では、仙台市都心部の西縁から南縁を経て東流するが、都心部が広がる貸段丘の段丘面と川元の間には、数十メートルの高低差の段丘崖となる。そのため両岸には、自然が多く残され、初夏の鮎釣り、秋の芋煮会など市民が川面や河原まで降りてレジャーを行うことも多く、牛越橋より上流ではカヌーも楽しめる。また仙台七夕花火祭りや広瀬川、灯籠流しなど祭りの会場にもなる。宮城県仙台市青葉区作並の山形県境に位置する関山峠付近に源を発する。国道48号に沿う風倉沢と、関山峠から流れる坂下沢が合流した地点が一級河川の上流端である。山岳地帯を南東へ流れ、愛子盆地に入る。大倉川を合わせるあたりは両岸に貸段丘を発達させている。盆地内の支流を集め、陸前丘陵の一部である権現森丘陵と万山丘陵の間を抜ける途中は V 字谷を制する。ここまで仙山線と国道48号がほぼ川と平行に走っている。V 字谷を抜けると仙台市街地へと達する。右岸に青葉山、左岸に仙台市都心部を見ながら蛇行しつつ都心部の南西端を形作って流れる。この区間では広瀬川によって古い段丘面、より標高が高いから大源段丘、青葉山段丘、仙台上町段丘、仙台中町段丘、仙台下町段丘の4つに大きく分けられる段丘を形成している。愛宕大橋より下流では南東方向に直線的に流れ、太白区白丸地区で名取川に合流する。上流は紅葉の名所で作並温泉がある。上流の渓谷の継承はもとより市街地に入っても草木と崖が多く趣ある景色を作っている。化石採集の適地が所々にある。埋もれ木やケイカギの産地として有名である。宮沢橋から広瀬橋あたりにかけての区間で、長町利普断層を越え、それより下流では、中石平野を形成する。両岸に自然堤防が発達し、その備考地上では、旧石器時代から古代の遺跡が数多く見られる。長町利普断層より、下流の両岸、中石平野にある備考地には旧石器時代から古代の遺跡が数多く見られる。そのため、この地区が同時期の仙台平野の中心地と見られている。南小泉遺跡などの集落跡や遠見塚古墳がある左岸が当初は中心地だったようだが、後に古墳群がある右岸に中心地が移ったようである。その後、最初の道のく国々府と見られる。郡山遺跡が右岸に築かれている。多賀城設置後は、当地が中心地ではなくなったが、長町利普断層沿いに、道のく国分寺、道のく国分尼寺の設置が見られる。吾妻鏡に、源頼朝の軍勢の侵攻に備えて、奥州藤原氏が防衛線を広瀬川に作ったとあり、これが広瀬川の文献所見である。南北朝時代には、広瀬川の戦いが南北両朝の間で戦われた。広瀬川中流域は貸段丘となっており、広瀬川は一段低いところを流れている。水を引き上げることが難しかったために、中世まで未開発の原の宮城野として取り残された。しかし、江戸時代に伊達氏が居城にした仙台城は広瀬川中流の右岸にある青葉山に築かれ、川を第一線の守りにした。このため、仙台城下町はこの水の乏しい貸段丘の原野に開かれることにより、数万の人々が生きていくために必要な井戸水を供給する地下水の利水が重要になった利水産省。後に仙台城下町を基盤に仙台市都心部が築かれていくが、1923年、大正12年の市営上水道の給水開始以降、井戸水で支えられる人口以上の都市化が実現する。仙台城と仙台城下町及び若林城と若林城下町の建設には、建材として大量の材木が必要であったが、材木を城下に運ぶ経路の一つとして広瀬川が用いられた。材木は川口から遡って船町あたりで陸揚げされたようである。また、江戸時代は家庭でのエネルギーを炭や焚き木に依存していたため、名取川上流で伐採された丸太を陶器に流し、桐生堀を経由して広瀬川に運び入れた。これを藩が家臣に支給しており、広瀬川沿いには貯木場があった。幕末に広瀬川中流域でアタンが発見されて、以降、家庭でのエネルギーとしてアタンの比率が上がっていくが、エネルギー革命によりアタン採掘も貯木場も1950年代に終わりを告げた。仙台阿丹参照。江戸時代には、広瀬川は上流から下流まで、それぞれ流れる場所の地名をとって様々な名で呼ばれた。上流から、作並川、熊谷川、野川、愛子川、里六川、仙台川、長町川、若林川である。また大川とも呼ばれた。ここでいう仙台川は、仙台市の北部を流れる、現代の仙台川とは別物である。上流部で広瀬川の本流は、明治時代の初めまで、現在の大倉川とされており、下って1931年にも、そのような理解があった。実際、大倉川は、現在本流とされる作並、熊谷の川より長い。明治になって、文明開化の波が仙台にも及ぶと、牛乳や牛肉の需要が起こり、広瀬川中流の下町段丘では、牧場が営まれるようになった。河川敷での放牧権を県から買った牧場主たちが毎年5月から10月頃まで牧場がある下町段丘から河川敷に牛を連れて振り、牛に草をはませた。高度経済成長で大資本の乳業会社が仙台にも進出したことや周辺の宅地化の影響もあって昭和40年代末には牧場は姿を消し、放牧も行われなくなった。戦後占領期、川内にキャンプ仙台を置いたアメリカ軍は未処理の下水を川に流した。他にも市内の排水が流れ込むようになり、広瀬川の水質は悪化して、市外に入るあたりから川下に魚が住まなくなった。仙台市は1974年、昭和49年に広瀬川の清流を守る条例を制定して、川沿いの土地建物の変更宿、木の採取、川への排水に規制を加え、合わせて下水道の整備に努めた。水質は平成に入る頃には回復し、最近では釣り人もよく見かける。1983年、昭和58年に朝日新聞社と同社が設立した森林文化協会が21世紀に残したい日本の自然百選の中に広瀬川を選んだ。1985年、昭和60年に環境庁が名水百選の一つに広瀬川を選んだ。1996年、平成8年に環境庁は残したい日本の音風景百選に広瀬川のカジカガエルと野鳥を選んだ。近年、上流の取水による中流における牡蠣の流量減少が問題となっている。2011年度の調査では、最上流部の広瀬橋から市街部の愛宕橋まで生物科学的酸素要求量 BOD75% 値は 0.5mg、L から 0.7mg、L の間の低い値に収まり、良好な状態にある。ただ、名取川との合流点付近では 1.9mg、L と高めである。上、中流部では谷が深いため、広瀬川の水を引き上げて利用することはない。熊谷の川橋付近では、右岸の岸壁に穴がほじってあり、籠岩と呼ばれる。かつて水路の取水口にしようとして断念した箇所では、ないかと言われるが、定かではない。56にある新生瀬橋川下の左岸には、四谷堰がある。江戸時代の四谷用水の取水口で、当時はこの水が仙台城下町に張り巡らされ主に戦争地下水を灌用し、陶器の乾燥による井戸枯れを防いでいた。この井戸水の安定供給によって城下に5万人を超える人口が灌用された。四谷用水の開渠部では生活用水、防火用水、水車の動力、産業用水及び廃炉として利用された。四谷用水本流の末部は、それまで水量が乏しかった梅田川と合流して、梅田川の水量を安定化したため、さらに東にある宮城郡域の宮城の仙台平野に用水を張り巡らすことを可能にした。現在は梅田川を越えて大梶浄水場にまで水を引き、仙台市と塩釜市で工業用に利用されている。さらに下流の右岸にある北堰からは明治時代に作られた三居沢発電所で使われる水が取り入れられている。この水路はほとんどの工程を山の下にうがたれたトンネルを通り、発電所で使われてから、牛越橋付近で広瀬川に戻る。愛宕橋の川下にある愛宕堰からは、下流左岸の7号堀と6号堀を流れる農業用水が取り入れられる。これにより、左岸の名取郡域の仙台平野の灌漑がなされた。さらに下流にある郡山堰からは、右岸の名取郡域に郡山堀の用水が取り入れられる。支流の大倉川には大規模なダムがあり、上水道、農業用水、発電用水に用いられる。青下川も仙台の水道源である。BOD はその地点での水質に関わる生物化学的酸素要求量。数値は2011年度のもので、低いほど良い。広瀬川の下流域のうち、仙台市都心部の西端から南端を流れる部分では、広瀬川は大きく蛇行する。蛇行部には深い淵が形成され、その下流の水流が遅くなる直進部では、瀬が見られる。各々の名称を以下に列挙するが、瀬は太字で表す。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。